では宣言台東口歯科へようこそということで、早速ご説明させていただきます。当院は東武伊勢崎線宣言台駅東口より徒歩5分の場所にある商業施設の2階で診療しています。この商業施設の1階にはスーパーがあり、多くのお客様が利用されています。そのため当院には子どもからご高齢の方まで幅広い年代の方々に通っていただいてます。セブンタウンでしたっけ？そうです、セブンタウン宣言台の2階で診療しています。駐車場もね、いっぱいありますし、お店もいっぱいあるから、普通に皆さんが買い物でいろんな層の方がいらっしゃるところにあるっていうことですそうね。ですね、買い物がてら歯科医に受診するっていう方も結構いますね。また、年末年始を除いて、毎日診療していますので、忙しい方も比較的通院しやすい歯科医院だと思います。あ、毎日やってんですか？毎日やってます。じゃあ、土日もやってる。そうですね、土日祝日問わずやってますので、すごはい、お仕い。なるほ事どで忙ね。しい方も通院しやすいかなと。はい。当院は保険診療を中心に、患者様それぞれのご要望に合わせた治療を提供しています。ユニットは全部で6台あり、予約制となっていますが、当日どうしても見てほしいとか、休館の受け入れも可能ですので、で、また、例えばこの写真にあるような、こう、術野を拡大できるマイクロスコープ。あとは、まあ、3次元的に歯や骨の状態を評価できる CT。あとは従来の型取りよりも患者様の負担が少ない、口腔内スキャナーなどの機器も揃っており、最新の歯科治療を提供できる体制が整っています。さっきが口腔内スキャナーやってもらいましたけど、すごいですね。短時間あ、で歯やってま並びす。がそうですね。ね。はい、そうです、そうです。なので、だいぶね、以前のこういう冷たいべちょっとした材料を2、3分こう口の中に保持しないといけないっていう型取りよりは楽だったんじゃないですか？そう、もうすぐ終わっちゃいましたね。ですよなんかね。電動歯ブラシで磨いはい。てるような、なんはかいはいうーんっはい。ていう感覚でもすぐ終わっちゃうって感そうじでですすね。ね。なので、まあそういう、ものも揃ってます。で、また、最新の洗浄機と、あと滅菌機も導入してますので、感染対策にもこだわって診療をしています。矯正、小児、口腔外科など、専門性の高い処置については、専門の先生に来てもらって診療に当たっていますので、安心して専門的な治療を受けられます。やっぱり同じ歯医者さんでもそれぞれ専門っていうのがあって、やっぱり矯正専門でやってる方は矯正に強いし、子供専門でやってる人は子供に強いみたいなのあるんですね。ありますね。もちろん、その矯正専門のクリニック、小児専門のクリニックもあるんですけれど、まあ、うちでは、まあ、外部に委託するよりは、専門の先生を招いて、うちの院で完結できるようにというのをやってますので。要するに矯正も見てもらえるし、加えて他の例えば虫歯の治療だったりとか、そういうこともトータルで見れるというそうで強すみがあるね。わけですね。はい。で、また、インプラントについても、当院で術前検査をして、手術をして、かぶせ物を装着するまでの全ての工程を行えるので、患者さんの負担も少なくて済むかなと思います。ちなみにインプラントって何でしたっけ？インプラントは、歯を失ってしまった、いわゆる、まあ、骨だけのこう更地になってしまったところに、人工的な、まあ、ネジというか、根っこを入れて、その上にかぶせ物を作るっていうじゃあもの。人工的な歯を作そうるでこす、そうとです。ですよね。そうです。これも全工程っていうのがなかなかできるとこってのは少ないわけ最近はそうではないんですけれど、そういう意味もあるということなので、です。インプラントにも対応されているってことなんですね。そうですね。あとは、まあ、東京医科歯科大学附属病院、お茶の水にある病院なんですけれど、まあ、そういったところなどの外部機関とも提携してますので、症例によっては紹介させていただいたり、なるほというど。こともすることができます。超有名病院ですね。患者さんからすると安心感ありますね。そこと提携そうしでてするってことね。ね。また、通院が困難な方に対しては、ご自宅に伺って治療や口腔ケアをすることも可能です。そんなまさかの訪問介護のみならず、訪問診療。そうですね。いわゆる訪問歯科診療ですね。まあ、もちろん、こういった患者様、やっぱり心臓とか肝臓とか、まあ、何かしらこう持病がある方っていうのも多くいらっしゃいますので、必ず以下の先生と連携しながら行います。あとは、食べ物を飲み込むことがこう難しくなってしまった方とか、
むせやすくなってしまった方については、うん、評価やアドバイスも行ってますので、うん、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います、うんうん、飲み込みの評価っていうのはどういうことなんですか？実際にこう食事をこう家で、まあ、ご自身もしくはこう介助者の方にしてもらってて、うん、なかなかこう時間がかかってしまったりとか、うん、うまく飲み込めてるのか心配な方っていうのが結構いらっしゃって、うんうんうん、その場合に、まあ、実際にこう飲み込む機能はどうなのかとか、うんうん、飲み込む時のその筋肉の動きだったり、うんうん、あとは姿勢とかが正しいものかとか、うん、そういったところをしっかり評価してアドバイスをさせてもらう。あ、なるほど、そういう意味なんですね、評価っていうのはね。そうですね、。宣言台東口歯科の理念ということで、うんうん、まあ、当院では丁寧な説明を行って、うん、患者様それぞれの事情やライフスタイルに合った治療を提供することを心がけています、うんうん、おー、ある意味オーダーメイドというか、そうですね、それぞれ もう確率的にもう歯っていうのはこういうもんだからこうしなさいじゃなくて、あ、この人はこういうお仕事やってて、うん、こういう悩みを持ってるからきっとこういうアドバイスがいいだろう、こういう治療がいいだろうとか、そうですね、合わせるってことですね。やっぱりその人それぞれでどういった治療が合っているかっていうのはやっぱりだいぶ変わってくるので、そのあたりを患者様と相談しながらそのスタイルに合った医療を提供するっていうのを理念としてます。なるほど。でもちろん、まあ、今までもこれからも、まあ、皆様に寄り添った治療を目指していきますので、うんうん、どうぞよろしくお願いします、うん、まあ、だから上の話で言うと皆様一人一人に寄り添った治療っていうことなんでしょうね。そうですね、うん、その人それぞれに寄り添った治療を提供して、うん、皆様に通いやすい医院であり続けるっていう、うんうん、ところですね。はいはいはい。あ、スライドは以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あの委員の理念とかあの特徴とかが分かりましたね。ありがとうございます、はい、で今日もあの訪問させていただいて実際にあの口の中見てもらって、あ、はいはい、はい、いろんな方に接触させていただいてすごくこの委員のあったかさっていうか特徴がよく分かりました。あ、よかったです、うん、秋草先生はちなみにもうここで何年ぐらい働かれてるんですか？私は働いてちょうど2年ちょっとですかね。ああ、そうなんですね。はい。秋草先生は何かあるんですか？こうどういう治療をしていきたいとか、その秋草先生の理念みたいなのあるんですか？先ほど、まあ、当院の理念ということでお話しさせてもらったんですけど、うんうん、その理念については私もすごく共感できるところがあって、うん、やっぱりそのそれぞれが求めることを常に考えて、うん、あの治療をやっていくっていうのは私としてもそれを目指したいなと思ってるところですし、うん、あとはそのさっきあの訪問診療ということで飲み込みとかそういうお話をしたんですけど、結構やっぱりその今問題視されてますよね、いろいろこう誤嚥性肺炎だとか、はいはいはい、なので、まあもちろんその外来に来ていただく方にはもちろんそのベストな医療を提供するのはもちろんなんですけど、あのそういう外来に来れない方に対してもこれからそのアプローチをしっかりさせていただいて何か生活に貢献できるように努めていきたいなと思ってます。なるほどね。そっかそっか。そういうね、ちょっとなかなか、今までと違った日常生活を送れなくなった人にもちょっと寄り添っていきたいなっていう感じですね。そうですね。ちなみに秋川先生はなんで歯医者さんになられたんですか？一言で言うのはちょっと難しいですけど、もともと歯医者を志したのは、うん、何か人の役に立つことをしたいなっていうのは漠然とあって、うんうんうん、で医療職を志したいなっていう気持ちは少しあったんです、うんうん、でただその実際こう何かこうものづくりしたりだとか手を動かすことも嫌いではなかったので、その上でどういったものがいいかなって考えていた時に歯科医師がいいのかなと、うん、と思う機会があって、うん、ですね。その歯科医師がいいと思う機会っていうのはどんな機会だったんでしょうか？いや、高校生の時に、うん、職業適性テストっていうのがあるんですよ。おで、その適性テストで、うん、なぜかこう歯科医師が引っかかってきたんですよ。運命ですね、それ。じゃあひょっとしてそのテストが違う回答だったら、うん、プロ野球選手だったらプロ野球選手を意識してたかもしれないしまあそれはまず出てこなかったと思いますけど、フラダンサーだったらフラダンサーに秋草先生になってる可能性もあるわけですよね
かもしれないですね。でもなんか、まあ、ちょっと運命的なものは感じたっていうか、ね、そうですね、まあもともと医療職も興味があってそういうのが出てたっていうので、うん、ちょっとやってみようかなと思って、うん、で今に至るっていう感じですか。あ、そうなんで、ぜひね、この東口歯科に来られるいろんな患者さんいますけど、そんなヒストリーがある秋草先生だぞっていうのをお声かけいただいてもいいかもしれませんね。そうですね。ひょっとしたらね、いずれいい歯医者さんとかね、お医者さんになるうん、お子さんもいらっしゃるかもしれないし、いろんな話聞いても ね、すごく参考になるかもしれませんね。うん、そういうね、うん、先生みたいな歯医者になりたいとか、そういうふうに言ってもらえるように、うん、ちょっと自分も頑張らなきゃなと思いますよね。よかったですね、先生みたいないいフラダンサーになりたいと思います。まあ、それはそれで面白いけどね。まあ、それはそれで、うん、でもそういうね、未来の歯医者さんもこの東口歯科からね、生み出せたら、そこで素晴らしいことですね。そうですね、うん、ぜひぜひ、じゃあね、親近感のある先生いっぱいいらっしゃるんで、はい、いろいろお子様もね含めていろんな話を話しかけていただくということにしましょうかね。はい、そうですね。はい、はい、分かりました。いろいろ解説ありがとうございました。とんでもないです。いろいろと今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。